い、こんばんは。こんばんは。今日はタックルを紹介してくれるって。タックルをね。タックルをどっちが正解？タックル。もうどっちでもいいから紹介してくれるかな。はい。さあ、っていうか多すぎやろ基本。あれこんなもんだっけ？こんなもんで。うっそ、6本ぐらい。あ、ここ重なってるか。2、4、6本か。バス、ほんとバス専用でのやつは6本かな。次に木線の。じゃあ紹介して。はい、まず一番ベターな、ベターな一番使うオールラウンダーな。オールラウンダー、これ、まあこれ前も言ってたけど、まあ、1610M。 はい、長さのこと？そうだね、長さとミディアム。ミディアム、うん、スピナーベイトとか今ついてるポッパーとか、うん、もうトップウォーターは全部これかな。うん、フロッグは違うやろ。フロッグは違うけど。ごめんって。ほぼトップウォーターと、うん、まあ巻物系も何でも、うん、大体この1本あればどうにかなる感じ、うん、大体初心者はそれを持ってるもんね、うん、かスピニングのミディアムか。リールが、うん、メタニウムの MGTC、うん、ってやつキュイーンっていうやつ。そう、キュイーンっていうやつ。あ、俺それ欲しいな。ちなみにいくらぐらいしたの？これが3万。うわ、マジけ。4万ぐらいかな。あ、俺欲しい。そして、そして、うん、よいしょ。で、次に、まあ、僕が使うのが、はい、こっちのベイトフィネスですね。あ、うんうんうん、ベイトフィネスっていうのは BFS って書いてあるんだ。逆か、ベイトフィネスって書いてあるんだ。そう、これはポイズンアドレナっていう、うん、ジャッカルの竿。おお、ジャッカルと。ジャッカルって竿も出してるんだ。シマノとこう共同で。あ、へへへ、何個かあるけど。ベイトフィネスっていうのは、まあ、ベイトでの、まあ、軽いルアーなりワームとか。だから普通スピニングで投げるようなのをベイトでやりますよってこと？そう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 。じゃあスピニングは使わない？使う？使う。そこの使い分けは何なの？やっぱちょっとしたカバーがあったり、うん、ラインがスピニングじゃちょっと細すぎたり、うん、あとは手返しでね、スモラバとかスピニングで一生懸命狙おうとしても、うん、キャストが難しいからやっぱベイトの方が正確にスパッと入れる、うん、じゃあスピニングいらなくない？は、うん、それはそれで必要なんだよね。スピニングの方がやっぱり飛ぶ、うん、ああ、軽いやつだったらね、うん、重いやつだったらベイトが飛ぶやろ。そう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 。でも軽いやつだったらスピニングの方が飛ぶ。でもほら、重いやつでも、うん、投げ釣りとか海の、うん、どうしてもスピニングでしょ、うん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 、ああいうのに絶対ベイトじゃ勝てないから、うんうんうん、飛距離でいったら、うん、なるほどね。やっぱりパワーがいるやつはやっぱりベイト、うん、でやっぱ飛ばしたい、軽い、より軽くより飛ばしたいってなったらやっぱスピニングが絶対必須で、うん、わかりました。あ、リールは？リールはアルデバランのベイトフィネス XG、 これはベイトフィネス専用のリールだね。書いてあるんだけど。ああ、なるほど。ベイトフィネス XG。 へえ。ベイトフィネスで、しかもちょっとハイヤーなリールでめっちゃ使いやすい。軽いのを飛ばすためのリールのリールなんだけども、うん、でもこれ何でも使えるよ。巻物とか。あ、そうなんだ。へえ。普通のミディアムロッドにつけてもいけるの？もう全然いける。あ、そうなんだ。いけるし、もう結構遠い。へぇー、わかりました。軽いからね、めっちゃ軽い。うん、俺持ったことある。じゃあ、これは2番目、まあ、2番目に使うかな。はい。あ、そっか、あ、そうなんだ。やっぱフィネスに頼っちゃうからね。うん、釣れないときは。もう覚えちゃったら。で、これが、うん、172MH、 172MH って言って、
まあ、ちょっと長めの竿で、まあ、NH、ミディアムハード、ミディアムの次になるかな、ミディアムの次になるかな。で、これの中ではぶん投げ用、巻物とか専用の、スピナーベイトとかも、そう、あ、そうなんだ。スピナーベイト、クランクベイト、まあ、あとビッグベイトだよね。スピナーベイトもそっちで投げるんだ。あ、まあ、長いから遠くまで飛ばしたいときは、飛ばしたいっていう、とにかく飛ばしたいっていう。一番最初の紹介してくれたミディアムロッドでも投げれるけど、より飛ばしたいときはそっち。やっぱやばいから、へー、本気で振り抜いて本気で遠くに飛ばしたいっていうときにこれ使います。へー。で、まあ、ビッグベイトを使うから、これ、うん、まあ今、これ川島行き、ちょっとちっちゃめだけど、ミディアムハードがいいんだね。ぶん投げ用ね、完全ぶん投げ用で、まあ、リールは軽かった、まあ、軽かったコンクエストの 200DC、 これ200だと、ビッグベイトの専用のモードがあるの。へえ。今ビッグベイトのモードになってるんだけど、どこで調整するの？なんか開けて、ちょっとめんどくさいんだけど。ああ、じゃあいいや。まあ、ビッグベイト用にできるんだ。DC だから、これも、キュイーンっていうやつ。わ、いいな、かっこいい。まあ、ここにダイヤルがあって。もしもーしって。もしもーし。はい。まあ、こんな感じかな。なるほどね。飛ばすのには、やっぱり一番飛ぶ。いや、俺もさ、なんでそんないっぱい持ってんだろうと思ってたけど、ちょっと謎が解けつつある。全部用途がある。まあ、用途はあるんだろうとは思ってたけど。で、そしてこれが、結構見るよ、俺は結構見るよ、それ僕が使っちゃう。これ、171の H、ハードロッド。さっきの MH より硬い。硬い。これは何用ですか？僕はフロックとか、まあ今もついてるけど、フロック、ラバージグ、テキサスリグ、まあテキサス、まああとはまあ、まあこっちでも、こっちでもまあちょいちょい投げるんだけど、まあ、ビッグワーム、ああなんかくっそでっかいワームね。ビッグワームを、まあ、この両方どっちかで使って。チャッターとかも重いやつそれで投げてね。チャッターはこっちかな。とにかく投げて巻いてっていう時はこっちかな。飛ばすようだからね。で、飛ばしたい時はやっぱこっちに頼るんだけど、どうしてもこれローギアなんだよね、軽かったら。ギア比が5しかないから、全然巻き取れない。あ、そっか、それこそカバーから引っこ抜くときとかは大変になる。どうしても早く巻きたいっていうときはちょっとこれじゃやっとそうだね。フロッグとか岸沿いもう20センチぐらいやってバーって巻き取ってってしたいときはパワーが必要。本当カバーでライゲとか使うときはこのロッドに軽かったっていうのがいい。ああ、なるほどね。パワーを、ただバスに関しては早く取りたいっていうときはどうしてもハイギア、手返しをよく、で、まあリール紹介してないけど、これ、まあ、メタニウムの XG です。それ吸引っていうの？これは言わない。そう、最初は吸引っていうやつ、メタニウム DC。 DC、 それは DC っていうのが吸引っていうやつ。で、これの今、メタニウム DC っていうのが出てるんだよね。この形でシルバーのやつ。へえ。それ欲しいんだよ。キュインって言わせたいんだね。それ欲しい。だってキュインって言ったらほらかっこいい、スキッピング楽だから。あ、そうなんだ。めっちゃ、あ、バックラッシュしにくいって言ってたね。そうダイヤル1個でスパパパってやれる。へえ。別にね、これでもできるけどね、この辺。慣れたら何でも大体できるけど。まあ、分かった。がっつりパワーがいる、うん、時はこれです。はい。おお、なるほどなるほど。で、次スピニング。スピニング。スピニングも2種類持ってんの？
スピニングも2本。うっそ、今までずっと2本使ってた。ずっと2本使ってた。へえ。で、はい、まあ僕がよく使うのはこっちなんだけど、うん、ツインパワー。そう、ツインパワーが。俺編集してるから覚える名前、うん、そうそう、ツインパワーがついてる方をよく使うんだけど、うん、言うてもこっちが実はミディアムのロック、あんまり使ってないので、これがミディアムのロックで、これどっちかっつったらあのちっちゃいハードルワーとか、まあ、シグレとか、おう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 、なるほどね、シグレとかシャッド、ちっちゃいミノー系のシャッドとか、デラクーとか、デラクーも投げれるけど、まあ俺デラクー基本ベイトで投げちゃうから、デラバズとかじゃあそっちじゃない、もうこっちで、うん、デラバズとかだったらこっちで、うん、ミディアム。ポッパーは、ポッパーもまあこっちで全然、まあどっちでも多い、うん、ミディアム使う、ライトって言えばいいかな、ライト、うん、ライトっていう、これはライトなんだけど、まあそっか、ミディアムじゃねえや、ライトだライトだ最初のは訂正します、訂正します、ライト、これがライトで、まあ、ハンドルは系使う感じ、うん、まあちょっと重めなやつとかでも、まあ、ワームこっち組んどったりもするけどね、で、一年中通して特に冬とか、まあ一年中通して一番使うのはこっちなんだけど、うん、これウルトラライトなんだよね、やばい、そう、先がめちゃくちゃ弱いもんだから、当たりが取りやすいし、うん、ほうほうほう、めっちゃやばいの、だからフィネス、まあね、まあ、フィネスにはなるけど、ほら、なんていう、当たり取って一、うん、回聞くみたいな、うん、当たったかなって時あるじゃん、うん、まあラインを送るみたいな時に、竿先がやばいと竿先が入ってくる、クックって入ると、その分違和感ないじゃん、弾かないから、うん、硬いとカツンって弾いて、カツンって口からポロって出たり、そうそうそう、バスが違和感感じたりとか、話してしまう、やばいとその分スッて入るから離さない、当たり取りやすいし乗せやすい、前も言ったけど、ただフッキングが弱くなる、まあね、硬いと乗せにくいけどフッキングは良くなる、刺さりはしやすいって習った、うん、乗せと掛けの違い、うん、どっちを優先するか、どっちかっつったら乗せる感じだもんね、掛け、俺どっちかと言ったら掛けかな一回も考えたことねえ、そんなのみんなさ、うん、高いドット欲しがるじゃん、うん、めっちゃ高いやつ、うん、1本7万円とか、うん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 、いいやつをさ、うん、1本買ってさ、うん、それで何でも投げるよりさ、うん、安いのでとりあえず1つ増えた方がさ、そうだね、まあ1万円ぐらいの7本買った方がマシっぽいね、だからこれね、エクスプライド1万1万から2、うん、1万弱から2万、うん、なるほどね、なるほどね、だからゾディアスで言ったら全部1万弱で揃うから、そうだね、まあ6本、うん、高いやつを1本まあね7万自己満足やけどさ、うん、高いやつを1本買ってそれでね下手しておったりとかするよりも、うん、そうだね、ゾディアスで6本6万ぐらいで揃えた方が、そう、揃えた方がまあディールの分高くはなっちゃうけど、うん、ああまあそうか、でもさ高いので揃えるのが一番いいよね、うん、それが一番いいけどさ、うん、金持ちでしかできない、それはそんなプロじゃないしね、うん、そんななかなかできんしね、うん、持ったらある程度手が出せる範囲で揃えてしまって、その後ずっと一本一本変えていけばいいかなって思う、ね、うん、でそれで変えていってるロットを俺が中古でいつも受け取ってるんだよね、なるほど宗男くんが使ってたなんだっけ、エクスプライドのミディアムの、うん、あれなんだっけ、あるアンタレスも俺のになって、でハードのあれなんだ、あのロッパンチングロッド、ね、パンチングロッドも2万ぐらいするのを3000円で俺のになったからね
スグライドとアンタレスセットで8000円で7000円か8000円で売ってもらった。普通だったら5万ぐらい新品だったら、まあまあ3-4万、新品で3-4万の俺は7000円ぐらいで売ってもらって、2万ぐらいのパンチングロッド3000円で売ってもらった。早くリール付きなんか買わない、軽かった新しい人にしたら。軽かったは譲らない。軽かっただけ譲らない。新しい軽かった買って、新しい軽かった廃棄屋のやつ、そしたらあの俺がそれ3000円で譲ってもらってやってもいいけどな。7万円言ってることと違うぞ。なんか安いので揃えた方がいいって言ってたぞ。あのね、ロッドはそれでいいんだよ。ああ、リールはね、言ってたね。リールはこだわった方がいいって言ってたね。本当にね、いいのね。絶対これだけは絶対。リールは絶対いいね。わかりました。じゃあこの辺で終わりましょうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。何の参考にもならない。